るみたいなやつですね、陰影のやつ。これ一番最後にやるんで、はい、筆では描かないでください。あ、はい、わかりました、はい、これは粉なんで、はい、なんでこういうところですね。はい、わかりました。はい、うわ楽しみまあ、あとは自由にやってもらったら OK なんで。わかりました、もう失敗はないということですね。ないです、そうです、はい、はい、それいつも言います、失敗はありません。うわー楽しみ。いけないし、さ逆にサラサラしてると、はい、目の金箔が弾いちゃうので、はい、ちょっとこれをだいたい半分半分ぐらいに分けて、はい、で新聞紙の上で今度はさっきはくねくねヒューで広げましたけど、はい、逆に今度は
筆の先端がこう閉じていって尖るようなイメージで、はい、でここに同じようにあの、まあ、目を持つんですけど、はい、あの筆をしっかり立てて、はい、こういう風にして、はい、そうです。で、できればその面の縁の方も、はい、塗って、鼻はね、あんま触らない方がいいと思います。こうできればその、はい、そこら辺を、はい、あ、後ろも後ろも綺麗にしてもらって、はい、よいしょ、はい、よところ塗ればいいんですが、口の中は今金を塗ったばっかりなんで一番最後にして全部塗るんですけど、はい、一番最後で、はい、で目は金箔のところも塗ってください、はい、で黒い縁、はい、で髪の毛は全部、はい、薄いところも塗ってください。